アンヌルイーズ・ジェルメーヌ・ド・スタール、アンヌルイーズ・ジェルメーヌ・ド・スタール、1766年4月22日から1817年7月14日は、フランスの批評家、小説家。フランスにおける初期のロマン派作家として、政治思想、文芸評論などを行った。多く、スタール夫人の名で知られる。フランス革命からナポレオン・ボナパルトの君臨に至る。 時代、多くの政治評論を行い、ナポレオンと中世対立する運命となる。正式な名前は、スタールホルシュタイン男爵夫人、アンヌルイーズ・ジェルメーヌ・ネッケル。フェミニズムの先駆者でもある。スイスの政治家、財政家、ジャック・ネッケルの娘として、パリで生まれる。幼くして両親に連れられて、百科全書派の哲学者や文学者の集うサロンに足を運び、彼らから、 その才能ぶりを絶賛される。1786年にパリに住むスウェーデン大使のスタールホルシュタイン男爵と結婚、しかし2年後には別居状態になる。1788年に書いたルソーの性格及び著作についての手紙で分断に認められた。フランス革命時は積極的に参加、外国大使の妻という身分を活かし、革命が過激になる中、 生命の危険にさらされた友人たちの身の安全の確保にも努めた。モンモランシーラバル公爵、ナルボンヌララ伯爵、タレーランラとはこの頃、特に親しかった。特に、ナルボンヌララとは一線を超えた関係となったという。革命に対する、恩賢的な政治姿勢がやがて反感を買い、父の領地でもあるスイスのコペに亡命、パリとの往復を繰り返す。この頃に、 バンジャマイ・コンスタンを知る。1795年、小説論を発表する。これは、ドイツの文豪ゲーテから絶賛され、ゲーテ自ら、ドイツ語訳を行った。ついで発表した、個人と国民に及ぼす情熱の影響について、1796年は、モラリスト的な立場から書かれた熱情と愛について、描かれた。やがて、 フランス革命が彼女の考えた恩恵で平和的な立憲君主主義とはほど遠く過激になっていくのを憂い、マリー・アントワネットの除名を懇願する論文なども手掛けた。なお、当初から別居状態が続いていた夫のスタールホルシュタイン男爵とは1799年に正式に離婚し、男爵は1802年に死去している。ちなみに、タレーランを フランスの政界に売り込んだのも、当時愛人であった彼女であった。革命終結後、ナポレオンの独裁へと変質していくにつれ、やがてナポレオンに好意を寄せることになる。しかし、越権を求めて入浴中まで押しかけるなど、スタール夫人の大胆な行動に、ナポレオンの反応は一貫して冷ややかであった。やがてその態度が、彼女の気持ちを、反ナポレオンへと変化させていく。 この頃発表した文学論1800年では文学者の反先制的使命と文学者の自由を強調しすぎたためナポレオンの布教を買う。さらに1801年にナポレオンがローマ教皇とコンコルダートを結んでカトリックと和解するとカトリックの迷信性などを上げつらった小説デルフィーヌ1802年を出版ナポレオンは激怒しついに彼女は パリから追放される。その後、スタール夫人はドイツに旅行、フランクフルト、バイマル、ベルリンなどを訪問する。父の死を挟んで、イタリアへと旅立った。その後、コペで、サロンでの活動に熱中し、多くの人と批評を行った。この頃、多感な女性の姿を綴った小説、コリンヌ、1805年を発表する。さらに、ドイツオーストリアへと旅立つ。 この旅で彼女は周辺諸国の反ナポレオンの人々を味方につけることになる。この2回のドイツ旅行と家庭教師に雇ったアウグスト・ビル・ヘルム・シレーゲルの援助のもとドイツ人の民族性とロマン主義とを綴ったドイツ論出版のためパリに赴いたが内容がまたしてもドイツを称賛する内容でナポレオンの怒りを買い白金の処分が出る。彼女は危険人物と目され、 監視の下に置かれる。1812年に20歳年下の士官と再婚、オーストリア、ロシア、スウェーデン、イギリスへと赴き、1813年にドイツ論を発刊する。1814年にナポレオン体制が崩壊し、パリに舞い戻った。ナポレオン包囲網への結集とナポレオンの政敵である、スウェーデン王大使、ベルナドットを擁立し、 立憲君主制の成立のために欧州諸国をめぐりベルナドットを売り込む格策を行うためであった。ロシア皇帝アレクサンドル一世の指示も得た。しかし結果はブルボン家による王政復古であった。1816年、逃亡の10年、フランス革命についての考察を出版する。しかしこの頃、すでにサロンにおいて、赤実の彼女の姿はなかったという。 スタール夫人はナポレオンに対抗したことで、ナポレオンに似てしまったと言われている。ブルボン家の福井による失望や、ナポレオンなど闘争の対象を失って、人生の張り合いを失い、晩年にはアヘンも常用するようになった。ほどなく脳出血で倒れ、半身不遂になり、その後、五十一歳で政治的だった生涯を閉じた。亡くなったのはパリである。子孫に、 1929年にノーベル物理学賞を受賞したルイ・ビクトル・ピエール・レーモンド・ブロイ第7代ブロイ公爵がいる。ドイツ論など数編の著作の日本語訳が出版されているが日本語訳されていないものの方が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。